古高、重巡洋艦。古高は大日本帝国海軍の古高型重巡洋艦一番艦である。艦名は、江田島の海軍兵学校そばにある古高山に由来する。平賀譲る造船艦が設計し、世界で最初に20センチメートル砲を搭載した巡洋艦となった。1942年10月、サボ島沖海戦で沈没した。 大正時代中期までの日本海軍の主力巡洋艦は5,500トン型軽巡洋艦で、同じ太平洋で強力な海軍を持つ米国のオマハ級軽巡洋艦に比べて軍艦性能で大きく遅れをとっていた。平川、基準排水量2,890トンの船体に5,500トン型軽巡洋艦に匹敵する兵装を備えた軽巡洋艦夕張を設計し、 軍艦設計技術の高さを世界に示した。平川、夕張に引き続き、米国の15センチメートル砲搭載系巡洋艦に対抗できる兵装を備えつつ、快速で中部太平洋まで行動できる高い公開性能を備えた偵察巡洋艦として、夕張のコンパクトな設計思想を引き継いだ7100トン級巡洋艦を設計した。これが古田かがである。 当初の計画では 14cm 砲を搭載する予定だったが、1922年、大正11年2月に終了したワシントン軍軍縮条約で巡洋艦が排水量1万トン以下、方向計5インチ以上8インチ以下と定義された一方、保有トン数の制限は設定されなかった。そのため搭載する手法は条約下で、 米国巡洋艦を上回る20センチメートル、単素砲6キロ門に変更された。1922年、大正11年8月11日、一番艦に、木の傘、二番艦に、古高の艦名が与えられた。10月9日、一番艦の艦名が過去に変更された。詳細は、過去3章。12月5日、過去より18日遅れて、 三菱造船長崎造船所、現、三菱重工長崎造船所で寄港した。1925年、大正14年2月25日に、浸水。1926年、大正15年3月31日に竣工し、横須賀鎮沈責となった。竣工時点で過去は、クレームの事故などで竣工しておらず、過去の竣工は7月20日と約4ヶ月遅れた。この結果、 11月29日の官邸類別等級表の改定で古鷹が一番艦となった。ただ、計画段階から過去型、過去級の故障が浸透しており、改定後も古鷹型と並んで過去型の表記が広く使われた。古鷹と過去は 20cm 単層砲を前、甲板と後甲板の中心線上に3基ずつ並べ、煙突を巨大化し、 高校性を高めるために、波型の甲板を採用したことに特徴がある。ただ、手法の装填は、人力式で、機械式に比べて、球団の遅さが建造当初から問題視されていた。潤藤警官の青葉型従順名館では、機械装填式の20センチメートル連装砲向3基6門に変更されており、建造当初の古高型と青葉型の外見上の大きな違いとなった。 1926年、大正15年4月1日、古高は第5戦隊に編入された。当初は、古高、慶順名取、慶順由良、慶順川内と5500トン型慶順美艦と戦隊を編成していた。9月25日、上艦中の高松の宮信人新王、海軍将尉が長崎造船所で行われた大場の浸水式に立ち会うため、古高も、 浸水式に参加した。12月1日、第5戦隊は、古高、過去、軽順人数、軽順中となった。1927年、昭和2年8月24日、第5戦隊は、島根県の三保の関沖,沖で演習中に領艦が衝突する三保の関事件に遭遇した。人数、中などが大破したが、古高は各艦と協力して沈没した。 駆逐艦わらびと損傷艦の旧に従事した。古高は、戦艦比叡と共に損傷した中を護衛して、舞鶴へ移動した。中城艦中の後続白儀王が古高に移乗した。1927年、昭和2年12月1日の再編で、第5戦隊に、古高、過去、青葉、絹笠の従順洋艦4隻が初めて揃った。古高は以降、 太平洋戦争開戦まで参艦と共に、第五、第六、第七戦隊を歴任した。1932年、昭和7年2月1日、呉陳寺布石に転籍した。1934年、昭和9年6月29日、最終東沖で行われた演習に参加し、駆逐艦新設と駆逐艦田が衝突して三行が沈没だ。1936年、 昭和11年8月14日午前4時、訓練終了後に青葉、木の笠、古高が従列で航行中、木の笠が青葉の看備に衝突事故した。後続の古高は衝突せず、同年度では無事故で演習でも優秀な成績を埋めた古高の評価が高まったという。完成時に優秀な巡洋艦とされた古高型も、秒光型重巡洋艦や、 高尾型重巡洋艦など1万トン級巡洋艦の収益と対象昭和初期の兵装や主機関、軍事装備品の急速な進歩に伴い、昭和十年代には重巡洋艦として性能や装備の遅れが目立ってきた。このため、古高と過去は日本の重巡洋艦としては、例外的に大規模な近代化改修を施し、船体、主機関や手法等の全艦装、 上部構造の大幅な改装が施された。古高は、過去より遅れて1937年、昭和12年3月16日に、呉海軍交渉で着手し、1939年、昭和14年4月30日に完成した。主砲とは青葉型とほぼ同じ20.3センチメートル、連装砲3機6問で、魚雷発射艦を、 館内から甲板上に移設し61センチメートル4連装魚雷発射管2機8門、93式魚雷16本としたほか、功労式の環境が連結構造になり指揮官の変更に伴って煙突が構造変更された詳細は古高型重巡洋艦参照1940年昭和15年5月2日 内閣首脳の体験公開のため横浜に入港。10月11日、紀元2600年特別艦艦式で、過去と共にグブ艦として参列した。1941年、昭和16年3月1日の戦隊編成変更で、第一艦隊第六戦隊に、古高、過去、青葉、絹笠の四隻が再び揃い、太平洋戦争開戦時の体制が整った。 9月15日、第6戦隊司令官に、後藤存治少将が就任した。1941年、昭和16年12月8日当時、第1艦隊に所属する古高など、第6戦隊は、南洋部隊第4艦隊に増派され、同部隊の指揮下に入っていた。第6戦隊は、中部太平洋でグアム島攻略作戦を支援した後、ウェイク島の戦いに参加し、 真珠湾攻撃から戻った、空母総流、飛龍、従順棘、チクマ、駆逐艦谷風、裏風と共に増援部隊を編成したが、古高など、第6戦隊が発砲する機会はなかった。1942年、昭和17年5月上旬、古高以下第6戦隊は、MO、ポートモレスビー攻略部隊に所属し、三5回海戦に参加した。 後藤少将が指揮する MO 攻略部隊主体は、青葉、過去、木の傘、古高、空母、小鳥とり、駆逐艦サザナミで編成されていた。5月7日、MO 攻略部隊は、空母ヨークタウン、レキシントン攻撃隊の空襲を受けた。小鳥とりが沈没し、第6戦隊は、乗員の救助を行ったが、退避命令が出たため現場海域を離れた。20時40分。 第六戦隊から古高と絹傘が、MO 機動部隊に編入され、青葉、過去と分かれた。5月8日朝、古高と絹傘は、MO 機動部隊、空母随格、空母昇格、従順明光、従順羽黒、駆逐艦六隻、明けぼの、潮、有明、夕暮れ、白露、しぐれと合流した。ただ、第六戦隊派航空戦隊の後方5キロに、続行よ。 以外の指示がなく、また空母を中心とした臨境陣を組まなかったため、各艦は単独で、米軍機動部隊艦載機の空襲に対処することになった。古高と木の傘は、昇格の後方約8000メートル地点を航行中に、空襲を受けた。昇格が大破したため、古高は木の傘、夕暮れ、潮と共に、戦場を離脱する昇格を一時的に護衛した。 三五回海戦の結果、ポートモレスビーの攻略は延期となり、第六戦隊は本土で整備を行うことになった。古高は6月5日に、クレに到着した。ミッドウェイ海戦で大敗した日本海軍は、ソロモン諸島防備を強化する方針を打ち出し、第六戦隊4隻は南方へ戻った。古高は7月4日、トラック白地に到着した。1942年、 昭和17年8月7日、米軍は、津木島とガダルカナル島に上陸し、南太平洋での本格的な反抗に転じた。ラバウルに向かっていた第6戦隊は、ガダルカナル島上陸の急報を受け、急遽、三河軍一中将の指揮下で、従順長海、軽順天竜、夕張、駆逐艦夕凪と共に、低身艦隊、低身攻撃隊を編成した。 艦隊は単獣人を取り、鳥海、青葉、過去、絹傘の後に、古高が続いた。8月8日、深夜、道東,東北部の佐保島南側水道に突入し、午後11時43分に、輸送船団を護衛していた、米豪連合軍艦隊と最初の野戦に入った。直後に雷撃を受けた、50巡キャンベラが炎上して、古高に接近し、 さらに右舷から魚雷2本が接近したため、古高は左に点出した。この結果、古高は先行艦と分離し、天竜、夕張が古高の後に続いた。午後11時53分、鳥海が佐合島北川水道の別艦隊を発見し、米中巡アストリアに砲撃を加えた。この戦闘で先行艦4隻と分離した古高など3隻が着せずして、 左右から連合軍艦隊を攻撃する陣形となった。連合軍は十巡四隻が沈没し、日本が勝利を収めた。記録によれば、古高は主砲百五十三発、後射砲九十四発、二十五ミリメートル機銃百四十七発を発射した。開戦後、第六戦隊四隻は、鳥海、天竜、夕張、夕なぎと分かれ、 ニューアイルランド島カビエンへ向かった。8月10日朝、過去が米潜水艦 S-44 の魚雷攻撃により沈没した。第6戦隊各艦はカッターボートなどを下ろしてカビエンへ向かった。その後、古高など第6戦隊3隻はカビエンで過去の乗員を収容した。8月、古高、青葉、木の傘の第6戦隊と鳥海は ガダルカナル島に、兵員の揚陸を目指す輸送船団を支援するため、同東北方に向かったが、8月24から25日に、起きた第二次ソロモン海戦で、第六戦隊が交戦す機会はなかった。8月27日夕刻、古高は、青葉と共にショートランド白地に到着した。第二次ソロモン海戦に敗れて、兵員揚陸に失敗した日本軍は、 ガダルカナル島への昼間の大規模な輸送揚陸が困難になったことを認識し、高速の駆逐艦による反復輸送、ネズミ輸送への転換を余儀なされた。さらに米軍が同等に完成させたヘンダーソン飛行場の無力化が戦略上の喫緊の課題となった。ヘンダーソン基地艦砲射撃の作戦が立案され、10月11日、後藤少将が率いる第6戦隊と、 第11駆逐隊の初雪、吹雪がガダルカナル島に向かった。第3戦隊、司令官、栗田竹雄中将の戦艦コンボー、春名第2水雷戦隊の軽巡伊鈴などによる、第2次飛行場砲撃隊も準備され、10月11日、第2航空戦隊の巡洋、費用とともに、トラック白地を出撃した。飛行場砲撃に先行して、 ガダルカナル島への揚陸作戦が行われ、周辺海域には、水上規模艦日清、千歳、駆逐艦秋月、綾波、白雪、村雲、浅雲、夏雲の輸送隊が行動中だった。当時、輸送隊や基地航空隊は、米艦隊の動向を掴んでおらず、日本側は、米軍が水上部隊で反撃する可能性は低いと判断していた。だが米軍は、 従順洋艦2隻、軽順洋艦2隻、駆逐艦5隻が迎撃の体制を整え、10月11日夜間に第6戦隊をサボ島沖で迎え撃った。10月11日夜、機関青オバは第6戦隊の左前方に出現した、米艦隊を日清などの輸送隊と誤認し、我れ,れ、青オバと発進。21時43分、青オバは米軍が放った。 照明段下で砲撃を受け、初弾が環境を貫通して、後藤少将らが戦死した。青葉は右に転出し、円幕を張って被退した。後続の古高は、釣り甲段を見て、左に転出し右方線に備えたが、青葉の右転打を見て、右に変身した。しかし古高は円幕に入りきれず、米艦隊の砲撃で魚雷の酸素が誘爆して、大火災となり、 夜間で格好の射撃目標となった結果、3番、砲塔旋回不能、魚雷発射管破壊、機関室砲弾貫通、左舷浸水、機関故障と被害が拡大した。古高は主に降射砲で汚染、主砲発射弾数は40発以下だったが、第2射以後で敵3番艦に損害を与えたという。青葉は、古高に放火が集中する間に、海戦域から離脱した。 青葉の右前方にあったフブは集中砲火を受けて沈没し、古高に皇族していたキヌと初雪は米中準ソルトレークシティ、京準ボイシと交戦して損傷を与えたが、サボ島沖海戦は日本軍の敗北に終わった。青葉、キヌ初雪が離脱して海戦が終了した後も古高は海上に浮かんでいたが、水戦下への避弾による浸水が進み、 22時40分頃に、航行不能となった。米駆逐艦と見られる艦が接近したが反転し、交戦はなかった。救援に向かっていた初雪との交信に成功し、報告した位置より西に流されていた古高を、初雪が発見した。すでに左限への傾斜が激しく、初雪は、雪原を断念した。軍艦機を下ろした後、古高は、艦尾から沈没した。 沈没時刻10月12日午前0時28分、沈没地点サボ島の310度22帰り、荒木艦長ほか生存者は初雪に救助されたが、日の出以降に空襲が予想されたため救助活動は午前2時で打ち切られた。初雪はカッターボート2隻と演材を海上に残して帰島した。古高の救援に日清輸送隊からあだ駆逐隊の朝雲と夏雲、 第11駆逐隊の白雪、村雲が向かったが、夏雲と村雲が空襲で沈没した。10月16日時点での古高上院の戦死者は33名、内視官2、行方不明者は225名、内視官16、救助518名、内視館34で、生存者の一部はニュージーランドの収容所と米軍捕虜人門所、トレーシーに移送された。 11月10日、古高は除籍された。同日、第6戦隊は解体。古高の乗員は青葉に上官し、呉に帰投した。11月14日、第3次ソロモン海戦で、キヌガサが米軍機の空襲を受けて沈没した。古高型と青葉型は、ソロモン海で3ヶ月間に3隻を喪失し、青葉1隻となった。アィブ。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。